はい、本日の動画をご覧いただきありがとうございます。ですね、今日はですね、側通反復療法の、基礎編でですね、外転パターンというのをやっていきたいと思うんですけれども、このパターンはどういうところが改善できるかっていうとですね、この内転筋のねトーンっていうのが非常に厄介だということですね。マニの場合多分一番この内転筋のトーンの硬さに悩んでるんじゃないかなと思います。そこが解決されればかなり広がってくるんじゃないかなというところで、まず最初に取りたい内転筋のトーンだと思うんですよね。でいろいろこうマッサージしたりとかね、いろいろありますけれども、非常にシンプルなね方法が、この川平法のね外転パターンというパターンになります。でまあね、どれぐらい効果が出たかっていうのを最初に調べてほしいので、触ってみてほしいですね。最初内転筋触って、硬さこのぐらいかなって、痛いですかとかね、痛みがある人はね、で触っても塊の患者さんだとよくわかんないっていうんで、じゃあちょっと可動域をね見ますよと、どうですか屈曲どうですか、ね、このぐらいですよねとかね、ちょっと突っ張りますかね、で倒してみて、ちょっとここは開き悪いですねとかね、で反対側のこう骨盤がついてきちゃったりっていうのを、セラピストは見落とさないと。で患者さんの主観的なね感じ、ちょっと突っ張りありますよねっていうところを評価しておいてください。でやり方は、軽くね硬いのところを持ってですね、ちょっとこう浮かせていただいてですね、でタップするところは、ここの中殿筋のところ、中殿筋のところをタップします。でタップする手はね、こういうふうにちょっとなんていうんですかね、 DIP を屈曲するような感じで指先でタップします。この2本がねタップすごいやりやすいと思います。そこ中殿筋をタップして、そしてはい開いてきて、で戻すのは私がやりますねって必ず。で開くだけですよ。ではい開いてきて、はいぐーっと外に開いてきて、はい行けるとこまで、はいぐーっと行けるとこまで、ぐーっと行けるとこまで、必ず声かけをして、ぐーっと行けるとこまで、はいぐーっと行けるとこまで、はいぐーっと行けるとこまで。ぐーっといけるとこまで、ぐーっといけるとこまで、はい開いてとかね、何でもいいんですけど、はいいけるとこまで、患者さんがこう眠ってしまわないようにですね、必ず声かけをして、患者さんに 1% でもいいから努力をさせるっていうのが、こう川平法のやるべきところなんですね。はいいけるとこまで、はいいけるとこまでっていう感じでやっていきます。そうするとですね、触った感じのトーンがしてる確認できますし、屈曲のところですね、さっきぐっと広がってきてる感じが、ね、ありますね。で開いた時の開き具合、ね、詰まり感がちょっと取れてきたなと。でこの骨盤がついてくる感じもかなり減ってきてると思いますので、こんな感じでですね、運動によって可動域が改善したりですね、動かしやすさっていうのが改善されてきますので、ぜひですね簡単にできますので試していただけると ありがたいです。はい、以上です。